切り事件についてはよく分かったんですけど、うん、死の真相が謎で、そうだ、それもまたあの違う機会に話するって言ってましたもんね、はい、自殺なのかどうかみたいな話ですよね、はい、分かります。まあ、耳切りのあと、またほら住民の苦情が来て、はい、アルルの病院に入れられちゃうじゃない、はい、そこであのフェリックス・レイ先生がいやこれは専門の病院に行った方がいいですよみたいなことを言うわけですよね、はい、で、まあ、そうこうしてるうちにあの弟っていうのはもう結婚がついに式が執り行われちゃうわけだよ、はい、ゴッホはそこにも当然参列できないわけだよ、うん、それでまた落ち込んだりなんかしてさ、はい、で先生にも言われてじゃあもうやっぱり分かりましたともうダメ宣言して、はい、もう一人でここのねあるの病院出てもねやっていく自信ないっすみたいな、もうダメ宣言をして5月の8日に専門のアルルから北東に20キロ行ったとかなサンデミっていうところがあるんだけど、はい、ノストラダムスが生まれた町だよノストラダムスの銅像が立ってるよ、そこのサンデミのいわゆる精神病院だよね、それ専門の病院修道院のとこだったんだけどそこにもう自分から入るんですよ。でそこでまあ専門病院だからそれなりの治療を受けながら絵を描いてね暮らしていくんだけどの絵がどんどん歪み始めてくるんだよねこの辺りからね。まあ、例えばこれだよね、はい、もう空とかすごいじゃん、すごいもうえらいことになってんじゃん、うん、でこれ今の感覚から見るとあこういう表現なんだなとかって思うんだけど、はい、ゴッホは特に変わったことしてるつもりはないんだよね、うん、っていうかゴッホは自分でも言ってんだけど僕は見たものしか描けないって言ってんだよ、うん、だからこれは見たままを描いてるつもりなんだよゴッホ的には。へー、だいぶ。だから逆に言えばこう見えてんだよゴッホには。もう若干その視覚異常が出ちゃってるんだよね。で自覚がないんだよ。で自覚のないのが最たるものがこの時期にやたら描いてるこの糸杉なんだけど、はい、まあ、これなんかまだ控えめな方だけどもうこんな炎みたいな糸杉の絵いっぱい描いてんだよねこのサンデミの入院時代に、うん、はい、それでいや糸杉そんなじゃねえよみたいなあれがあるんだけどゴッホは逆になぜみんな僕のように糸杉を描かないんだろうって、はい、俺が描くやつが糸杉だっていうことを言ってるぐらいもうゴッホにはそう見えちゃってるですよね。どんどん歪んでくんだよこれのねオリーブ畑だけどもうすごいでしょ。すごいです。だから結果としてもうこの後のフォービスムとか表現主義を先取りしちゃってんだよこの表現形式は。だけどゴッホはそうしたつもりはなくって見たまんまを描いてるつもりなんだけれどももう結果そのこう視覚異常が出ちゃってることある意味ゴッホの内面の歪みがそのままここを視覚化されて出ちゃってるってことじゃん。だから後の表現主義の人たちが意識的にやることをゴッホはもう無意識にやっちゃってるわけですよ、はい、だからこれ20世紀に入るとみんなすげえなっていうことになっていくわけなんだけれどもゴッホ自身は自分の絵が歪んでるとあんまり思わずに絵を描き続けてたんですよね。で弟のテオの方はまあ結婚もしてだね。でな相変わらずあのなんとか兄貴をあの立ち直らしたいっていろいろこう努力してくれてたんですよ、はい、それで1890年の1月入院して半年後ぐらいにはなんとブレイクの兆しが出るんですよ。でまず絵の具屋のタンギーさんのところにねひまわりの絵を見たアルベール・オーリエっていう新進気鋭の美術評論家がいたんですよ、はい、もうすごいやつが出てきたって言って評判の若手 の, あの評論家がいたんですよ、はい、そいつがゴッホすごいって言って絶賛する評論を書いてくれるんですよ、うん、メルキュール・ド・フランスに、はい、一流紙に、それで注目され始めて、で同じ月同じ1月にはベルギーのね
ベルギーでこう新しい美術をやっていこうっていう人たちが集まった20人会っていうのがあるんだよ。ルヴァンっていう、まあ、20人のアーティストが集まって、ジェームス・アンソーリアなんかが入ってたんだけど、はい、その人たちがいろいろ新しいアーティストを呼んでね、開いた展覧会に、まあ、フランスからゴッホの作品も行ってるんですよ。でそこでもすごいアーティストには評判がいい、だけどまあ批評家には叩かれるっていうあれなんだけど、うん、その時にですね、ベルギーのアンナ・ボックっていう画家が唯一ゴッホの赤いブドウ畑っていう絵を買ってくれてるの。だからよくゴッホって生前に1枚も絵が売れなかったっていうんだけど、実は1枚売れてるんだよ。アンナ・ボックが買ってくれてるんだよね。で初めて絵が売れたでしょ、はい、おいでお来たぞっていう感じだったんだけど、これがまた面倒くさくてさ、はい、なんかそのアルベール・オーリエがすごい褒めてくれたやつもね、とっても嬉しいんですけどここがちょっと間違ってますとかさ、良くないとこがここも言ってくださいとかさ、そんな手紙出しちゃったりして、こう素直に乗っていけないんだよ、そのせっかくの波に。だけどそんなこともあってさ、だいぶ気分も良くなって、テオのところに子供が生まれるんですよ。で子供をゴッホと同じフィンセントっていう名前にして、だから兄貴が名付け親だからみたいなこと言って、でおめでとうって言って、その子供が生まれたお祝いに送った絵がこれなんだよね。あんまり歪んでないんだよ、はい、だからこの頃だいぶその精神が安定してただろうなっていうのは分かると思うんですよ、はい、で今度パリのアンデパンダン展っていう、まあ、誰でもお金払うと出せる展覧会があるんだけど、はい、そこにまたテオがゴッホの作品を出してくれて、で結構絶賛されるんですよ。でこの時はモネもゴッホいいっつって絶賛したりしてるんだよね。だすごい追い風が吹いてき、たんですよ。で5月の16日にはもういいでしょうっていうことで退院するんですよ。で退院してパリのテオのところに行って、退院おめでとうみたいなことやって、でいやゴッホが出てきたぞみたいなことでいい感じになるんですよ、はい、だけどなんでか知らないけど、その4日後にオーヴェールってとこに行っちゃうんですよ。何が気に食わなかったのかわかんないんだけど、パリからいなくなっちゃうんですよ。で一つにはそんなみんなね、君がゴッホかみたいな感じで言ってくれるのに、肝心なゴーギャンとベルナールが来なかったらしいんだよ。訪ねてきてくんなかったらしいんだよ。でそんなこととかに傷ついたのか、まあそのオーベールっていうね町に何でか知らんけど行くわけですよ。でそこでこのガッシェさんっていうお医者さんに出会うんですね。でこの人は精神科のお医者さん でしかも美術が好きだったんですよ。で日本のゴッホ研究のね草分けになった四季葉龍三郎さんっていう人も精神科医で、ゴッホのその精神と作品の関係性みたいなところからゴッホに興味を持って調べたってなったんだけど、この人もだから結構ゴッホのアートを認めてくれたんですよ。でゴッホは最初はすごく警戒してるんだよ、この人のことを。そうなの、俺よりこの人の方が病気だって言ってなんでかあんまりこの人は頼りにしない方がいいのではなかろうかみたいなことを手紙に書いたりしてんだけど、だけどそのうちこう仲良くなって、この人が面倒を見てくれるしっていうんで、しばらくここで滞在しようっていうことになって、でまた安い宿を借りて住んで絵を描き始めるようになるんですよね。だけどやっぱりまたちょっと歪み始めるんですよ。これがそのオーヴェールの教会っていう絵ですけど、めちゃめちゃ歪んでるんですよ、はい、この教会今も建ってるから観光名所になってますよ、はい、ここにゴッホの絵が飾ってありますけど、この絵がここに飾っていかに歪んでるかよくわかるけど、またちょっと歪み始めてて、
どうかなっていうところなんですよね。でよくそのこれは耳切りの時に言ったさ、あのフェリックス・レイ先生に耳切りの真相の問い合わせをしたアービングストーンが書いた炎の人ゴッホという伝記、はい、あの映画のせいでこの麦畑で自殺したことになってんだよゴッホは。カクダグラスがこう麦畑へ行ってでパーンっていって終わるんだよ、はい、それで特にこのカラスのいる麦畑ってこれが遺作って言われてるんだけど、はい、どうもそうでもないらしいんだよね、あのちょっと前に亡くなる前に書いてるらしいんだけど、まあこういう暗い雰囲気の不吉な雰囲気の絵とかを描き始めるわけですよ、はい、それでついに7月の27日だから5月の20日ぐらいにオーベルに来て2ヶ月後ですよ。でその自分が滞在してた宿で昼飯食った後に画材持って出かけるんですよ、はい、で夜戻ってきた時にはなんでか知んないけど手ぶらで腹から血流してたって言うんですよ、うんうんうん、それで宿のラブーさんっていう人だけどおじさんがゴッホさんって血出てますよみたいな仕方で大丈夫っすって言って2階の自分の部屋に行って寝るんですよ。でだけどその宿の親父がいやちょっとやばくねみたいな、怪我してるよあの人っていうことで、たまたまその時このガセさんが外出してたから、そこオーベルってパリから秘書に行くような場所なのね、はい、でそこ秘書に来てたお医者さんがそれで産婦人科のお医者さんなんだよとりあえず産婦人科のお医者それでその人が診察して、あこれ撃たれてますよってなって、だけどあの内臓そんなにやられてなくて、ただ弾が貫通してないと、中に入ってるけど、うん、俺産婦人科だから手術できないって。でそうこうしてるうちにガセさんも来たんだけど、いや俺も精神科だからなみたいな、ね、手術はちょっとみたいな、うん、でもパリの病院にじゃあ移すかみたいな、でもういやちょっと下手に動かして中に弾あるから何かあってもいかんからみたいな、とりあえず消毒して包帯して帰るんだよ。ほいででもすぐパリのテオに連絡が行って、次の日にテオが飛んでくるんだけども、兄貴またやらかしたかみたいな感じで来たけど、テオが来たら意外に元気でパイプ吸ってたっつうんだよ。それでその日はテオが泊まってなんかずっと夜通し話したりなんかしながら元気だったっていうんだけど、そのさらに次の日7月の29日に容体が悪くなってそのまま亡くなっちゃいましたっていう、そういう話なんですよ。だからなんとなく麦畑でパーンってやってそこで亡くなったような印象になってんだけど、事実はそうじゃなくって、とりあえず歩いて帰ってきてんだよ。で歩いて帰ってきて2日間は生きてたんだよ。でその間普通に話もしたりなんかするぐらいの元気はあったんだよね。でなってくるとこう、じゃあそれ何なのっていう話になるじゃないですか、うん、和田はどう思いますか。でもそうですね、お金に困ってたんならもしかしたら生命保険目当てとか。いや生命保険に入るお金もないんだよゴッホは。そっか、ゴッホは無一文だよ全部。そうですね、テオの金で生命保険に入ったらそれはそれでまた話が違ってきちゃうだろう。弟が兄貴に生命保険かけたら話が違ってきちゃうだろう。そうで、しかもさっきも言ったようにこうブレイク仕掛けてたいい流れになってる時じゃないですか。これ一般にはやっぱり狂言自殺説が言われてるんですよ。耳切りの時も言ったけども、ゴッホかまってちゃんじゃないですか、はい、だからまたなんかかまってちゃん衝動が出たんじゃないかと。でその証拠に普通本気で死ぬんだったら頭か心臓を打つだろうって話で、確かになんで肌打ってんだって言うわけですよね、はい、でじゃあなんでそんな急にかまってちゃんになったんだっていう話なんだけど、この7月の、まあ、27日に打つわけだけど、はい、7月の6日にパリのテオたちのところを訪ねて行ってんだよ、うん、でどうもそこでいろいろ言われたんだよ、うん、で多分なんだけど特にテオの奥さんがちょっと言っちゃっ
ってるんだよ、いろいろ。いや、うちも大変ですよと。で、子供も生まれてね、いろいろお金かかりますよと。あんたのところにもう何万フラン送ったと思ってんですみたいなことがあって。で、しかもちょうどその頃テオが勤めていた画商と揉めて、で独立しようとしてみんなに止められたりなんかしてるんだよ。で、その揉めた理由も給料が上がらないっていう理由なんだよ。だからまあお金に困ってるわけですよ、もうテオもさ、のうちもさすがに、はい、でまたゴッホが耳切りの時も言ったけど金銭感覚なくボンボン使うじゃん、でも勘弁してくださいは出たと思うんだよ、はい、それでゴッホが傷ついちゃって、ああもうこれはテオのこと頼れなくなるんじゃないかっていうんで、かまってちゃんでバーンやったんじゃないかというのが世間一般の通説なんですよ、はい、だけどそれだけだと説明ができない謎があるんですよ、実は。でも最大の謎が拳銃どっから来てどこ行ったんだっていうのが分かってないんですよ、うん、確かに。そもそもなんでゴッホピストル持ってたんだって話なんですよ、絵の具買う金もない男ですよ、うん、でゴッホがピストル持ってたっていう記録はどこにもないんだよ。でわざわざ買うにしたってさ、そんな金ないよ。でしかも事件の後にそのピストル見つかってないんですよ。でもう一個の謎はですね、さっき俺弾が体の中に残ったって言ったよね、はい、自殺しようとして自分で撃って残るかって話なんですよ。貫通しねえかって話なんですよ、至近距離から撃ったら。そうです。この背骨のあたりのとこで骨に当たって止まってたって言うんですよ。でそれ離れたとこから撃たれてないっていう。自殺しようと思ったら普通は頭いくよと、ないしは100歩入れて心臓だよと、まあ、かまってちゃんだから腹いったのは分かると、はい、だってその場合もこう言ったら貫通するだろうっていう話なんですよ、はい、貫通してないってことはもしかしてちょっと離れたとこから撃たれたんじゃねえのっていうのが成り立つんですよ。そこでこの前回も紹介したこの分厚いファン・ゴッホの生涯書いたこのスティーブン・ネイフとグレゴリー・ホワイト・スミスが言ってるのが悪ガキに撃たれた説っていうのを言ってるんですよ。でそれどういうことかというと、そのオーベルっていうのはさっきも言ったようにそのパリから秘書に来るような、まあ、なんかカリーザみたいなとこなんだよ、はい、でそこでこう秘書にね、こう7月じゃない、秘書に来てた悪ガキの一味がいたんですよ、はい、でそいつらがゴッホがさ、もうボロボロの格好してさ、ちょっとおかしな人じゃん、ね、ひょこひょこさ絵の具担いでそうプラプラしてるわけだよ、はい、そいつらがゴッホをおもちゃにしてたのは、それはみんな村の人が証言してるんだよ。あ、そうなんですね、うん、あのコーヒーに塩入れてみたりね、絵の具箱の中に蛇入れといたりとか、なんかそんなようなことを散々やってゴッホをからかっては遊んでたっていう。でもゴッホはさ、ああいう人だからさ、そういう子供たちにいじられながらも子供たちと一緒に遊んだりしてるんだよ。で子供って言ってももう結構15、6のやつなんだけど、だからもう女遊びとかもしちゃってて、またその女の人をゴッホにけしかけたりして、またからかって遊んだりとか、たちの悪い遊びをやったんね。でそのリーダー格の一人が、これゴッホがデッサンを描いてるんだけど、この子なんだよね。これはそのパリから秘書に来てた薬剤師の息子でルネス・クレタンっていう人らしいんだけど、これゴッホがだからこうデッサン描いてるぐらい、まあそのぐらいのあれあったんで、でこいつらが散々ゴッホにあの蛇入れたりとか悪さしてたんだけど、この辺見ても分かるようにこいつカーボイハットみたいなのかぶってるでしょ、はい、で実は1889年のパリ万博で大西部劇場っていうところ、アメリカのが西部が開拓の真っ盛りだから、はい、アメリカの大西部劇場みたいな展示があって、大カーボーイブームが
パリの子供たちの間で起きたんだって。でそこでこういうカウボーイハットとかあのこんなフリンジがついたあれとか万博で売ってたんだって。でそれひとしきり買ってこいつあのカウボーイの格好をして歩き回ってたっつうんだよ。で拳銃も持ってたっていう。だからこいつらがなんか悪ふざけしてて撃ったら当たっちゃったんじゃないかと。でその証拠にこいつらの一味はゴッホが撃たれた直後すぐ帰っちゃってんだよ。で、まあ、この本によるとこの人は結構その後も生きててそれなりにあの成功した人になってやって。で、前回も言った炎の人ゴッホが原作の映画っていうのが1950何年かに上映されるじゃない。でそれを見て告白したいことがあるっつって、あれは違うと僕はゴッホの最後の日を知ってるみたいなことでインタビューに答えてるんだよ。でその中では自分が撃ったとは言ってないんだよ。自分が撃ってたとは言ってなくて、ただあの拳銃は僕のだって言ってるの。僕の拳銃でゴッホは自分を撃ったんだとはまでは言ってるんだよね。だからそれはまあさすがに僕が撃ったとは言えないから愛したんじゃないかみたいな。この本は最後の方そこに特化した章ができてますね。興味があるフィンセントの致命傷に関する注釈っていうあれから、この興味ある人、この説に興味ある人はこの分厚い本のこの下巻の最後だけでも読んでもらうといいと思うんですけどね。だから悪ガキ一味が面白半分に打ってでやばいっていうことになって、でゴッホがヨロ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 言っちゃって画材やなんか全部置いてっちゃったわけじゃん。それもそいつらがどっかに捨てちゃって、画材も見つかってないんだよ。ゴッホが持っていったはずの捨てちゃったんじゃないかというのが説があるっていうことですよね。もうほらまたゴッホの性格化したら考えられるじゃん、でゴッホは警察が当然来るわけですよ。で警察に対してはすいません自分で撃ちましたって言って、で誰も責めないでくださいって言ってんだよ。まあそういうやつじゃん。そんなおもちゃにされてもさ、結構さ子供たちと遊んだりなんかしてて、また子供たち相手に平気で絵の話とかしちゃってさ、始まったよみたいなふうにまた笑われたりなんかしてる人だから、もしかしたら子供が黙って言わなかったんじゃないかという説ですね。どうですか、もしだから耳切りが本当はゴーギャンに切られたのにゴーギャンかばって言わなくて、自殺も悪ガキに打たれたのに悪ガキかばって言わなくて死んでったとしたら切なすぎませんか。切なすぎますね。ここでこんなパーンって勇ましく死んだんじゃないんですよ。皆さんはどう思われますでしょうか。まあ、こうやって見るともう本当にこの人は切ない人なんですよ。いい人な気もするんですけどね。いや、いい人なんだけどやっぱり近くにいるとそばにいると困る、困る人だよこの人は。ちなみにそのお兄さん亡くなっちゃった、もうその弟のテオもその姿に亡くなっちゃいますからね。錯乱して入院してすぐ死んじゃいますからね。もう兄貴に全部吸い尽くされたようなもんですよテオも。そのぐらい強烈な人ですよ。前の一番最初のゴッホの会にも言ったけど、この人と付き合おうと思ったら本当にやっぱりもう自分も死ぬ気で付き合わないと支えきれないですよ。まあそんな切ないゴッホの生涯でございます。